南蛮道具足、安土桃山時代、江戸時代、十六から十七世紀、明智秀光は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。織岳家,家臣の明智光秀の重臣。女性、または遺説に重帝とも言うが、真偽のほどは定かではない。同時代史料に出る実名が秀光で、当初は三宅や平次と称し、後には明智や平次とも名乗っている。 続伝として、三春の名でも知られ、明智三春や万春の名でも登場する。様之助の通称も有名。続伝では、陽明は岩地を改名して三都ともいい、公園と名乗った時期があるとする説もあるが、その他にも複数の別名がある布している。三宅氏説、編集秀光は当初、三宅氏を名乗っていた。三宅氏は明智光秀の家臣として、 複数の名前が確認できる。また俗伝では、明智光秀のおじとされる、明智光連が、三宅のどか時と名乗ったとも言われる。一説には、父の名を三宅も、あるいは、美野の主の子、小島光徳の子孫と称した美前小島軍定山の、国人、三宅徳岡の子という説もある。明智氏説、編集、明智軍記などによると、秀光は、明智氏の出身とされる。 明智光秀のおじである、明智光康の子であり、光秀とはいとこの関係にあったとされている。別号として、三宅氏を名乗った時期もあるとされている。ただ最強辞書像明智系図によれば、実際に、明智光春という人物は存在せず、系図三葉か、明智軍記名であり、明智光春の正式名は、明智光都市であるとも聞かれる。遠山市説、編集明治期に、 安倍直介によって当社構成された江名総書によると、明智光春の父、光康が、美濃国名地上主である、遠山景行と同一人物とされており、それを参考にして、遠山景行の子である、遠山景言が、明智光春と同一人物、そして明智光春が秀光ではないかとの説が出されている。遠山景言は、元気三年、上村合戦で戦死しているが、 この説によると、資料の不整合もあり、御伝であるという。また、遠山景行の妻が、三河国広瀬城主、三宅高佐田の娘であるため、遠山軽源の母に相当する三宅氏の後を継いだという補説もある。その他、編集、細川明には、主の子であると書かれており、武功雑記では、白銀氏の子であったと伝えているが、いずれも信用できない。秀光の前半生は、 明智軍旗をはじめとする続書でのみ伝わっているが、それは、秀光の出自を、明智氏と断じていることに留意する必要がある。明智施設では、明智着流だった、明智光秀の貢献として、長三条にいた父、光康に従っていたが、工事2年に、斎藤道蔵と斎藤義達の争いに敗北した道三方に、加担したため、義達方に攻められ落城。 その際に父は自害したが、秀光は光秀らと共に城を脱出し、老人となったとする。天正六年以降に光秀の娘を妻に迎えている。彼女は荒木村重の着難、村寺に嫁いでいたが、村重が織田信長に謀反を起こしたため離縁されていた。その後、秀光は明智聖を名乗るが、それを文書的に確認できるのは天正十年四月である。 天正9年、丹波福知山を預けられて、津田総久が登場を訪れた際に、これを共応している。天正10年まで在場したとされている。福知山城、天正9年10月6日、丹波天寧寺に出した、書式免許状には、明智屋平治秀光という署名をしている。同年12月4日付の光秀の年宮受取状に、秀光と読める文字の刻印が押してある。 天正10年6月、光秀が織田信長を討った本能寺の変では先方となって京都の本能寺を襲撃した。その後、安土城の守備につき、13日の夜、橋場秀吉との山崎の戦いで、光秀が敗れたことを知る。そこで14日未明、安土を発して坂本に向かった。大津で秀吉方の堀秀政と遭遇するが、 戦闘は回避したらしく、坂本城に入った。坂本城の推定上各部分、国土交通省国土画像情報をもとに、作成14日、堀秀政は、坂本城を包囲し、秀光はしばらくは防戦したが、天守にこもり、国行の刀、吉光の脇差し、挙動の木石などの名物がなくなることを恐れて、これを荷造りし、目録を添えて、 堀秀政の一族の堀直政のところへ送った。この時直政は、目録の通り受け取ったことを返事したが、光秀が秘蔵していた、郷義弘の脇差しが、目録に見えないがこれはどうしたのかと問うた。すると、秀光は、この脇差しは、光秀秘蔵のものであるから、秀での山で、光秀に渡すため、秀光自ら腰に刺すと答えたとされる。十四日の夜、 秀光は、光秀の妻子を刺し殺し、自分の妻も視殺した後、腹を切り、炎症に火を放って自害したとされる。秀光の父は秀光が死去した後に間もなく丹波、横山で捕らえられ、7月2日、淡田口で貼り付けにされたとあり、時常狂気では、この父の年齢を63歳としている。島原の乱で戦死した、肥前国富岡城城代、三宅重と氏は、 秀光の意地であったとする説がある明智様之助の子水渡り明智様之助子水渡りの日入江町米の子供についた狐を退治する秀光月岡義人氏和漢百物語様之助高年小説ゲームありがとうございます